第6章ではシステム戦略について見ていきます。第1課では情報システム戦略の考え方について見ていきます。どんな情報システムを導入していったらいいのか、その情報システム戦略を立てていきましょうということなんですけれども、じゃあその情報システム戦略を立てていく目的はっていうとですね、要はその経営戦略を実現することっていうことなんですね。ですから情報システムっていうのはただシステムを入れればいいっていうわけでもないですし、今やっていることをですね、ただコンピューターに置き換えればいいというわけではないんです。業務内容であるとか、その業務プロセスですね。ですからそもそもその会社ってどういう仕事をやっているのか、それどういう手順でもってやっているのかっていうのをちゃんと分かった上で、この会社の経営戦略であるとか事業戦略とちゃんと整合性が取れているかっていうのを考えてシステムを作っていく必要があるわけなんです。で、じゃあその情報システムを入れるためのメリットって何なんですか、これちょっと再確認していきたいと思うんですね。情報システムを導入するメリットとしては、業務を効率化する、意思決定を支援する、コストを削減する、この3つになってくるかと思うんですね。ではその情報システム戦略の目標を立てるためにですね、その対象となる業務をモデル化しましょうとあるんですけれども、じゃあモデル化って何ですか、ここをちょっと説明しておきたいと思うんですね。モデル化っていうのはこれモデリングとも言っているんですけれども、要は分かりやすく記述する、で、可能であれば図あるいは表を使って表現する、これをモデル化あるいはモデリングと言っています。ではこれからですね、そのモデル化する手法、どこをモデル化していったらいいですよというのをこう紹介してまいります。まずはビジネスモデルです。ビジネスモデルというのは企業が行っている事業の仕組みであったり、あるいはその方法を明確にしたもののことをビジネスモデルと言っています。ビジネスプロセスモデルというのは企業が行っている業務の一連の流れ、つまり何か業務を行うと思ったら、これやってこれやってこれやってこれっていった具合にそのやっている手順を明確にしたものをビジネスプロセスモデルと言います。情報システムモデルというのはこのビジネスプロセスモデルを実現するために情報システムのってどういうふうに使っていくのか、その情報システムの、あるべき姿をこう明確にしたもののことを情報システムモデルと言っています。以上、第1課でした。